ち、浜田翔子です。灰色の方です。こんにちは、浜田光です。今回は10月のルックブック姉妹でやりたいと思います。はい、9月はね、ルックブック姉妹でやってないんですよね。ね、ということで9月29日は浜子が誕生日で、はい、誕生日迎え33歳になりました。ということで33歳初めてのルックブック見てください。ということでスタートします。まずこの下着ら辺はドドタウンの私下着と、で私はビーチジョーンのキャミカとピボットドアの短パンです。そしてハニーミーハニーになりました、はい、ワンピースです。これお互いの交換個したんだよね、うん、ね、今期の最新の秋ファッション、ね、になりますね。なんか秋はこういう可愛い系が意外と多いのかなって感じ、うん、トレンドなのかなって、ね、うん、靴はね、お花、靴はミュウミュウで2人ともミュウミュウです。でバッグは私がハニーミーハニーで、コーの方がバレンシアガかです。でマウジーのカチューシャと、とうちはリーホリックだ。だいたいうちわっていう方が、あ、そうだ、浜子です。声がね、はい、これまあ女の子が好きそうなファッションって感じですね、うん、ちょっと男の人はあんまり、うん、ライダースとか着たらかっこいい感じになるかな、ね、ちょっと甘辛、うん、ちょっと甘めだね、これね。あとなんかこっちの浜子の方のは、うん、結構ね、上に袖を上げたりしたら可愛くまたなった気がする。あ、そう、ボブ丈みたいな、ボボってなる。そうそう、それが大きく、うん、どっちもディズニーに行くファッションって感じだね、うん、いい。でも続いてはこの、まあ、白黒系コーデですね、はい、これも交換個したんだよね、うん、こっちの方がザラです。私がこれ浜子から借りたハニーミーハニーのこれ着てみたかったので、ね、このやつなんかしこちゃんが着てそうなやつだったもんね。そうだよね、もともとね、うん、だけど今回は浜子がこの黒いワンピだよね。はい、私はこれセールで買ったザラのワンピです。あ、そうだ、安いやつだね。そう、かわいい。でも、ね、使えベレー帽はずっと使ってるベレー帽と、もう一個の帽子の浜子の方がカシラの帽子になります、うん、これすっごい広がるよね。ね、風、暴風吹いたら、風吹いたらね、うわーってなりそうな感じの、ね、けど中のキャミがストレートだからいいよ ね、 ね、うん、まだ。でも透け感も結構あって、なんかあんまり、ね、なんていうの、黒だけど透け感のおかげでなんかそんな重くなくて、うん、すごい可愛い。可愛いね。靴下は H&M で購入した、うん、もうね、何10足セットみたいなやつをよく買ってます、これ。ね、これ見た、しょこちゃん。そう。で続いてがこのコーディのワンピース、うん、結構コーディのこのプレゼント企画のやつで、このワンピース当たった方がめっちゃいて、ね、この黒いのみんな女の子 ね、 ね、着てた。そう、みんな結構ね、写真送ってくれたりとかして、なので今回秋のこのコーディのワンピを使って秋ファッションですね、うん、私カーディガン、これ H&M のラインストーンがついてる H&M のカーディガンと、トマコがザラの、これ去年かな、去年か、そう、うん、結構ね、これザラのこれね、去年のやつは結構モケモケが、電車とかだとめっちゃ迷惑なやつ。確かにカーディガンって結構迷惑なやつ多いよね、うん、なんかふわ、ね、ってさ、うん、毛が飛んだりとかさ、白だと余計でも、そう、ね、コートとかさ、スーツとかにさ、満員電車だとめっちゃ迷惑な、ついちゃうよね。そう、あと鼻とかにさ、めっちゃつくよね、うん、そう、鼻にモケモケがさ、もうむずむずね。だからこの今回買った H&M のやつはめっちゃね、平気なやつ、迷惑かけないやつ。そうなんや。そう、だからカーディガンでもいろいろあって、なんか長さとかでも全然変わってくるので ね、 ね、でも可愛かった、うち着たやつ。あ、ほんとあれ可愛いよね、ちょっとルーズが、うん、ね。で続いてはこれ、メンズファッションプラスのパーカーになります。これメンズの洋服なんですけど、あの裏肝も2つとも入ってて、ね、暖かかったから、いいよね、うん、でこういうボーイッシュな感じにもこのワンピ何でも結構合うし、うん、ね、これ結構秋にも使えるので、このワンピ使えるね、ほんとこれ。裏地もね、うん、すごい全然透けてないし、うん、ほんとこれはおすすめ、ね、コーディさんでした。
あ、でこれもそうだ、カジュアルでも、そうパーカーからこれロンティー、これで焼肉行きましたね。ね、これで行ったね、この日これで焼肉に、ね、ダイス、私たちの推しのダイス私がはやちゃんのはやちゃんの和田はやってさん、あなたがトールさんです。何トールさん、岩岡トールですのロンティー、すごいこれ使える、このさ、ほんとこれダイスのって意外とめっちゃおしゃれなの、なんかこの袖が長い感じが可愛い ね、ロンティーでも、 あとルームウェアもめっちゃモコモコのやつ、あれ肌触り最高に、ね、ジェラピケよりも全然、洗濯してもさ、うん、あんまりなんか雑巾そうなんなかったなんなかったよね、結構ジェラピケさ、うん、洗ったらもう雑巾みたいなさ感じになるけど、けど大きめだからなんか可愛く見えたし ね、そのビッグロンティー、うん、タマコはこういうビッグロンティー系あんま持ってないよね、そうこれしか持ってないかもだよねなのでこういうのも合いますね、でもなんかあんまりグッズ感なくない、うん、そうこれ人って感じ分からへんから、ね、ちょっとおしゃれ系、ね、あとバレンシアガのスニーカーを、あ、そうこれショコちゃんの初めて履いた、履けたね、嬉しい、あれこれトゥルッテ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 、東京メリーゴーランドって曲見てください。ショコちゃんめっちゃこれすごい上手。ショコちゃん踊りさ結構覚えるのすごいね。ここでも ここ全然違う。これね、その踊りしてた。これサビです。これサビサビ。いつもショコちゃんオリジナリティーが出ちゃうの。面白いの。調べてみてください。めっちゃ元気な曲なので。ね、でもオリジナルのダンス面白すぎて、ショコちゃんのさっきのアドリブだから、あれ途中これは GU のバケットハット、最近のうちの方はこれもね、 ZOZO タウンで前紹介してます、秋ぐらいに、多分去年の、うん、結構ずっと使える、あの帽子高いの、あの浜港の方が1万4000円ぐらいしたかな、でもずっと使えそうだね、あの黒いのって、そうなの、あと風が吹いてもあの紐がついてるからね、紐の可愛いね、そう、そしてこちらハニーミーハニーのね、そうこれも色違い、あの交換しました、そう交換した、ショコちゃんがもともとこのうちが着てる方を持ってて、春に買って、で浜子がサンプルセールがあって、それで、ね、この黒いワンピ、かわいいと思ってお揃いにしました、お揃いを2つぐらい買ってたよね、浜子、そうもともとショコちゃん持ってるやつを色違い、ね、サンプルセールで買えた、もう1個も黒いトップス買ってたしね、でこれカチューシャも交換しました、そう交換、これ本当は短パンとか履きます、私多分この時はパンツだったから、ま、もう見えそうだよ ねスルスル、そうこれちょっと難しいんだよね、見えちゃうから、そうだからこれは本当にスキニーパンツとか履いたり、さらかわいい、そう結構ゴシックロリータ感がちょっと出てる感じの、ね、ポコポコがかわいいよ ねでもカタログがさ、これ1枚で着てる外人さんがかわいすぎて、外人さんがね、足がそう、だから1枚で、ね、着るのが本当は好き、私のバッグがザラのバッグです、これ あれもしこちゃんハニーミーのか、うちが持ってる、そうそうそう、これもサンプルセールで購入したやつ、かわいい、あれ使えるね、まあ、これに本当はブーツとか履いてもいいんだけど、なんか今季ブーツ流行ってるよね、ロングブーツ、うんうん、ね、だけどロングブーツさ、通気性悪くてさ、うん、足臭くなるしさ、ね、暑そうだよね、今だとまだ苦手かも、うちね、昔はよく履いてたよね、履いてた、昔の方がもうね、コーディのこれあれです、パジャマみたいな感じ、うん、ね、服ですけどパジャマにできるよって感じの、ね、楽ちんな、いいよねこれ、うん、カラーかわいいです、もう終わっちゃう、あ、もう終わるか、うん、ということで10月最初のルックブックはしまいでした、はい、よかったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。もうハロウィンですね、ね、ま、ハロウィンもまた紹介できたらなと思ってます、ということでまたお会いしましょう、バイバイ、バイバイ。